杉久武君の質疑を行います杉久武君公明党の杉久武ですまず政治とお金について伺います今回の自民党派閥による政治資金をめぐる問題で国民の政治に対する信頼は大きく損なわれ極めて厳しい目が向けられています政治への信頼を回復させるためには二度とこのようなことが起こさせない制度構築を断行していかなければなりません そこで公明党は1月18日に政治改革ビジョンを発表し、政治資金の透明化の強化と罰則の強化について具体策を示しましたが、今日はその具体策の一つである確認書の提出について伺いますが、その前に総務省に質問いたします。現在行われております政治資金監査制度の概要とその役割について確認をしたいと思います。 総務省自治,局自治行政局選挙部長、風木貴則君お答えを申し上げます。の政治資金監査制度は、平成19年に当時の与野党間の協議を受けまして、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、議員立法によって設けられたものでございます。えっと、政治資金監査につきましては、政治資金規正法第19条の13、 第2項覚悟に軽減事項、まあ、すなわち会計帳簿、領収書等が保存されていること、会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、収支報告書は会計帳簿等に基づいて支出の状況が表示されていることなど、4つの事項について行うこととされており、弁護士、公認会計士、または税理士で登録研修終了をした 登録政治資金監査人が会計帳簿等の関係書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的、定型的に確認を行っているものでございます。このように政治資金監査は 国会議員関係政治団体の内部資料であります会計帳簿や領収書等の現物を含めまして、外部性を有する第三者がすべての資質をチェックするものでございまして、え国会議員関係政治団体の資質について、外部的な目でまあ確認をされることにより、内部のみで処理されることによって、生じうる誤りを防ぐと,とともに、収支報告の適正の確保と透明性の向上を図ることを期待されているものと承知をいたしております。 君はい、今、総務省から答弁がありましたように、この政治,政治資金規正法が平成19年に改正をされまして、国会議員関係の政治団体については、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、そして領収書等について、登録を受けた税理士、弁護士、公認会計士による政治資金監査を受けることが義務付けられたことで、 政治資金監査に一定の役割を果たしてまいりましたが、まあ、その監査の実態は、今、総務省からも説明ございましたとおり、まあ、外形的であり、まあ、形式的な確認にとどまっているという一面もございます。例えば分かりやすい例を挙げますと、今、すべての支出については確認をするというのがございましたが、まあ、収入については今、監査の対象とはなっておりません。まあ、今回のの問題の原因は、まあ、端的に言えば 収支報告書に記載すべき収入が記載されていなかった、この一点に尽きるわけでございます。私は公認会計士として民間企業の監査を行ってきましたが、その経験から言えば、記載されていることが事実かどうかを確認すること、それ自体はそれほど難しくないのですが、しかし、記載すべきことが記載されていない場合、それを外部の人間が見つけることは至難の業です。 自民党では、今般の対策として、外部監査の義務付けを提案しておられますが、まあ、再発防止の観点から言えば、監査の義務付けに加えて、まあ、さらにもう一歩を踏み込んだ対策が必要ではないかと考えております。そこで私は総理に提案をしたいのですが、民間企業では、経営者の確認書という仕組みがございます。これは監査を終えるにあたって企業の代表者がと、企業の代表者と財務担当役員が、 企業の決算書が適法に作成されたこと、そしてその作成責任が企業の代表者、経営者側にあるということを認めて、えー、サインするものであります。 私は自民党が提案する外部監査の義務づけに加えて、この確認書の仕組みを取り入れることで、収支報告書の作成責任が政治家自身にあることを一層明確に,、えー、明確にすることができますので、再発防止の大きな布石になると考えておりますし、この点については、会計税務の専門家団体からも提案を受けているところでございます。 そこで、えー、総理にお伺いいたします。確認者への署名は民間企業では当然の仕組みであり、重要な監査手続きの一つであります。収支報告書への国会議員による確認書の仕組みをぜひ導入すべきと考えますが、総理のお考えをお伺いいたします。岸田内閣総理大臣、あの適切な <laughs> あの会計処理、えー、そして報告を通じて、まあ、政治資金の運用に対する。 国民の信頼を高めること、これはまあ言,う言うまでもなく重要であり、その際に政治家の監督責任をどのように担保するのか、これを考えていかなければなりません。あの我が党においても、今回の事態を受けて、独自のこの運用として、党所属議員に対し、会計責任者の専任監督義務を果たさ,れ果たさせるべく、 党所属議員、会計責任者の双方に定期的な研修を課するとともに、政治資金収支報告書の作成の経緯、これを書面で保存する、こういったことを求めることとしておりますが、あの今、委員の問題意識と問題意識は共有しているものであると考えます。いずれにせよ、今後、この各政治団体共通のこのルールとして、 えー、制度の在り方を検討しなければならない、この政治資金規正法の改正など、法改正、この国会において、えー、この進めなければならないと認識をしており、えー、今申し上げた問題意識に基づいて、各党、各会派と、えー、議協議を行ってまい、えー、りたいと考えています。えー、ご指摘の視点も大事にしたいと考えます杉君 はい、ぜひあの検討していただきたいというふうに思います。またあのこの際、ま、政策活動費についても指摘をしておきたいと思います。それは議員個人が政党から受けた、ま、政策活動費について、ま、その人が公開されていないことが、ま、政治資金の流れが不透明であると指摘される要因の一つとなっております。ええ公明党にははこういった資質はありません 政治への信頼回復のためにも、多くの党で行われている政策活動費の使途公開は必ず行うべきであるということを強く申し上げたいと思います。次に賃上げについて伺います。物価高が国民生活を直撃する中、国民生活を守るため、物価高を超える持続的な賃上げを早急に実現し,てしなければなりませんが、特に雇用の約7割を支える、 中小企業の賃上げは重要であります今国会に提出をされております税制改正法案では、賃上げ促進税制が拡充をされ、賃上げ分の最大45%を税額控除することが可能であります。企業の支払う賃金は全額損金算入されますので、法人実行税率の約30%と合わせると、まあ、賃上げした分の約75%の税額が軽減されるという仕組みでございます。 しかも今回、中小企業においては、税額控除しきれない部分については、最大5年間の繰り越しが認められることとなりました。そこで経済産業大臣にお伺いをいたします。黒字を続けるのが難しい中小企業にとって、賃上げ促進税制における5年繰り越し制度の創設の意義は大きいと思います。そこで大事なのが、この繰り越し期間を十分に生かし、 税負担軽減の恩恵をしっかりと受けていただけるように、制度の活用に向けた周知広報に取り組むとともに、中小企業が置かれた状況に寄り添った支援が必要だと思いますが、ご見解をお伺いしたいと思います。斉藤経済産業大臣 中小企業向けの賃上げ促進税制につきましては、御党のご提言も踏まえまして、税価格控除率の最大45%への引き上げや、前例のない長期となる5年間の繰越措置の創設によりまして、抜本強化をしたいと思っています。で本税制はすでに20万社以上の中小企業に活用されておりますが、一層多くの中小企業にご活用いただき、賃上げの裾の拡大につながるよう、 地方版政労使会議の場や、全国47都道府県に設置しているよろず支援拠点等のネットワークも活用しながら、周知、広報を進めていきたいと思っています。でまた、赤字でも賃上げに挑戦した中小企業が、速やかに黒字に復帰して、税制のインセンティブをしっかりと活用できるように、経営改善や生産性向上、これらを後押しすることも重要だと思っています。 よろず支援拠点や中小企業等活性化協議会等におきまして、経営改善や収益力改善を支援していきたいと思っています。で加えて、生産性向上に向けて、カタログから選ぶような簡易で即効性のある省力化投資や、新商品、サービスの開発等に向けた設備投資等の支援もしっかり行っていきたいと思っています杉君。はいあのぜひ積極的なあお取り組みをお願いいたします。 次に大阪・関西万博についてお伺いいたします。来年4月の開幕まであと1年余りとなりましたが、万博会場の建設費が2017年の誘致時の1250億円から倍近くの2350億円へ、そして運営費が2019年の BIE 登録申請時の809億円から約1.4倍の1160億円へ上振れしたこともあり、 万博開催に対してネガティブな印象が広がり調査によれば万博に来たいと思う割合が残念ながら低下をしておりますまあそうした状況を踏まえ私が所属をいたします公明党大阪府本部内に私を委員長とする万博予算検証委員会を立ち上げ万博予算が無駄なく適切に執行されているかどうかの検証を進めており先日は万博会場の視察も行ってまいりました まあ政府におかれましても、同様に、経産省のもとに予算執行監視委員会が設置をされ、費用が適切に執行,され執行されているかを監視するとともに、万博協会内にも運営費執行管理会議が設置をされた,さえされたと聞いております。そこで、経産大臣にお伺いをいたします。会場建設費や運営費の上振れが懸念される中、不断の削減努力に加え、 予算執行監視委員会や運営費執行管理会議を機能させ、適正な予算執行管理を図るべきではない,ないかと考えますが、いかがでしょうか、また、特に予算執行管理委員会には外部専門家が入り、まあ、精力的な意見をいただいておりますが、万博協会の運営費執行管理会議は、まあ、理事会と同じメンバーで構成をされ、まあ、外部の専門家は関わっておりません。 まあそのような体制で十分な予算検証ができるのか、この点についても、経産大臣のご見解を伺いたいと思います。斉藤経済産業大臣。大阪・関西万博に要する費用につきましては、有識者からなる2025年大阪・関西万博予算執行監視委員会、これを設置いたしまして、第三者の目も入れながら、 計画との乖離による費用の上張れが生じないように、費用の適正性について、継続的にしっかりとモニタリングをすることとしています。博覧会協会におきましては、適切なコスト管理を行っていくため、この2月に運営費執行管理会議を設置しまして、チケット販売状況や運営費支出金額とその内容、支出抑制策等を議論していくと聞いています。 で今後、博覧会協会においては、運営費執行管理会議での議論も踏まえつつ、収支総々となる範囲内で運営費を執行されていくと承知しています。経済産業省としては、予算執行監視委員会も活用しつつ、博覧会協会の予算執行について、同協会の運営費執行管理会議での議論も含め、しっかりと監督をしていきたいと考えています。であのご指摘ありましたあの博覧会協議 博覧会協会の運営費執行管理会議において、えー、そのガバナンスの話、ご指摘あったと思いますが、博覧会協会におきましては、契約事務の透明性、客観性、適正な履行の確保、これを目的として、弁護士等の外部委員を含む契約,実務あ契約事務審査会、これを設置して、契約案件ごとに審査をしていると聞いています。 でその上で、ご指摘のこの協会の運営費執行管理会議の在り方につきましては、むしろ博覧会協会全体における予算管理や執行のさらなるガバナンス強化を、経済省の有識者会議である予算執行監視委員会において、さまざまな助言をいただきながら、改善策を検討し、しっかり具体化してまいりたいと、このように思っております委員長杉君。はい 次に、子ども・子育て政策について伺います。公明党は、ライフステージに応じた支援策が整っていく姿を示すことで、安心して子どもを産み育てられる社会を構築することを目指すため、一昨年11月に子育て応援トータルプランを発表をいたしました。この子育て応援トータルプランに掲げた政策の多くが、政府の子ども未来戦略加速化プランに盛り込まれたところでございますけれども、 加速化プランの全体像がより理解されるためにも政府にはさらなる努力をいただきたいと感じておりますそこで担当大臣にお伺いをいたします今回の子ども未来戦略加速化プランによって結婚から子どもが大学を卒業するまで切れ目ない支援が充実することについて全体像から丁寧な説明を行い国民の皆様の理解を深めていく,いくべきと考えますがご見解を伺います 子ども担当大臣加藤亜佑子君お答え申し上げます今回の加速化プランはこれまでにない規模でえすべての子ども子育て世帯を対象にライフステージ全体を俯瞰して切れ目のない子育て支援の充実を図ることとしております具体的には児童手当の抜本的拡充出産子育てを 子育て応援交付金の制度化、高等教育費の負担軽減などを進めるとともに、子ども誰でも通園制度の創設や、76年ぶりとなる保育士の職員配置基準の改善などに取り組みます。また、共働き、共育ての推進として、子どもの出生後の一定期間の手取り10割相当の育児休業給付や、 時短勤務を選択した場合の給付の創設などを進めてまいります。併せて単に制度や施策を策定するのではなく、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する機運を高める取り組みが何よりも重要と考えており、車の両輪としてて進めままいります杉君、はいえー、次に、えー、子ども・子育て支援金について、えー、お伺いいたします。 子ども・子育て支援金は、まあ、医療保険制度を活用して拠出することとなっておりますが、支援金総額を医療保険の加入者,加入者総数で単純に割った額が独人歩きをし、事実と異なる理解が広まっているのではないかと懸念をしております。 そこで担当大臣にお伺いいたしますが、子ども・子育て支援金は、加入者それぞれの能力に応じた額を拠出していただく仕組みであることを、改めて丁寧に説明すべきであると考えますが、大臣のご意見をお伺いしたいと思います加藤国務大臣お答え申し上げます。 子ども・子育て支援金の拠出額につきましては、加入者1人当たり月500円弱と申し上げてまいりました。政府がお示ししている加入者1人当たりの平均月額500円弱は、言葉通り全体の平均的な金額を示すものであり、具体的な拠出額につきましては、加入する医療保険制度、所得の高、 世帯単位か個人単位か等によって異なることとなりますがいずれにせよ負担能力に応じた設定となりますこうしたことについて今後とも丁寧に説明してまいります杉井君、はい、ぜひよろしくお願いをいたします次に6月から始まる一人4万円の定額減税についてお伺いいたします昨年末に取りまとめました令和6年度与党税制改正大綱では 定額減税の円滑な実施に向け、源泉徴収義務者、特別徴収義務者や地方公共団体が早期に準備に着手できるよう、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできるだけできる限り早急に公表すると、また給付金の担当部局を含めた関係省庁や地方公共団体ともよく連携をしながら、制度の趣旨、内容等について丁寧な周知広報を行うとされ、 法案審査と並行しながら、可能な範囲での準備を進めていただいております。そこで、そこで今回の定額減税の実施方法でございますが、前回、平成10年に実施をした方法を原則として踏襲をしておりますけれども、そこから26年が経過をしていることから、源泉徴収義務者の担当者がほぼ変わっていると考えられます。 また、この間の税制改正、例えば配偶者控除の拡充や年少扶養控除の廃止などにより、減税対象としてカウントする人数の把握にも工夫が必要な状況でございます。源泉徴収義務者の担当者からは、まあ、Q&A などを読んで準備を進めているが、簡単には理解できない部分もあり、相談できる窓口が欲しいといった声も寄せられております。そこで財務大臣にお伺いをいたします。6月からの定額減税実施に向けて、 源泉徴収義務者に対する広報、周知、相談体制を充実させるべきと考えますが、財務大臣のご見解をお伺いいたします財務大臣、鈴木俊一君あの6月からの所得税の定額減税の実施にあたりましてはあの、ご指摘のとおり、源泉徴収義務者の皆さんのご協力が不可欠でありまして、財務省、国税庁といたしましても、源泉徴収義務者の皆さんへの周知広報や、 丁寧なな相談対応は大変重要な課題であると認識をいたしておりますこのため、財務省国税庁といたしましては、法案提出前の,前の段階から、本年1月には国税庁ホームページに専用サイトを開設し、パンフレット、あるいは Q&A を掲載してまいりました。さらに、これに加えまして、先週の3月1日に、 国税庁が厳選徴収義務者向けのコールセンターを設置をいたしまして相談対応を開始をしておりますまた今後全国で様々な実務上の課題についての説明会を行うこととしていると行うこと,と,しているこ,とこれも承知をしているところであります今後とも関係省庁と連携をしながら厳選徴収義務者に対する周知広報 それから丁寧な相談対応の実施これらに努めてまいりたいと思います。杉木君はい今ご答弁いただきました通りまあ先週金曜日の三月一日にはまあコールセンターがまあ設置をされたとのことでございますしっかりと活用いただけるように収支徹底をぜひともよろしくお願いを申し上げます。さて今回の定額減税ではまあ一人四万円の減税と合わせて まあ定額減税しきれない部分につきましては、まあ、1万円単位で差額を給付する仕組みがまあ採用されているところでございます。そこで経済産、経済再生担当大臣にお伺いいたしますが、まあ、今回の仕組みにおいてですね、 自分自身がどのような形で減税や給付を受けられるのか,受けられるのかといった問い合わせが、やはり増えてこの直前になりまして、増えてきている状況でございます。どのように減税と給付を受け,受けられるのかを確認できるようなツール、例えばウェブサイトなど、こういったものを創設を検討すべきと考えますが、大臣のご見解をお伺いしたいと思います。 経済生再生担当大臣、新義孝君、えー、非常に重要なご指摘だと思います。あのそれぞれの方がですね、えー、税制と給付の全体、これをどのように、えー、この受けられるか、一体的措置でございますので、それを分かりやすくあのお伝えできるように工夫したいと、このように考えています、えー。そして現在ですね、この内閣官房と総務省のホームページにおきまして、えー、給付や減税の全体像をお示しするとともに、 非課税世帯かどうか、または18歳以下の子どもがいるかどうかなどですね、そういった大まかな条件に応じまして、どの措置の対象となるかを分かるような、まあ、フローチャートやチャットボット、こういったものをあの作りたいと、こういうことで今あの、準備をしております、速やかに提供したいと、このように考えています。 実際にあの給付されるのは自治体でございますので、まあ、国がこの整えるこの候補体制と合わせて自治体単位の,です、ね、あのこの候補体制が連携できるように、そういったことも工夫していきたいと、このように考えています委員長杉井君、はい、あの非常に大事なツールになろうかというふうに思いますので、えー、自治体の皆さんとも連携をしていただきながら、えー、分かりやすいこのツールの,、えー、この創設をぜひともよろしくお願いしたいというふうに思います。 次に、消費税のインボイス制度について伺いますが、従来の制度と異なることから、納税事務の円滑な実施に向けて、一層丁寧に進めていくことは言うまでもございません。その異なる点の一つが、やはり事業者の納税方法でございます。消費税の納税においては、一定の要件を満たす場合、本則課税に変えて簡易課税を採用することができますが、簡易課税でも個人事業主には事務負担が えー、少なくなく、またこれまで、免、えー、税事業者だった方には納税負担も少なくありません、えそこで昨年の税制改正で、非常に簡単な納税額の計算が導入されるとともに、かつ納税額を低減することができる、まあ、2割特例制度、これが創設をされました。そこでえ財務大臣にお伺いをいをたします 個人事業主の消費税申告期限は4月の1日、今年はカレンダー上、4月の1日ということになります。インボイス制度導入後の最初の納税時期を迎え、新たに課税事業者となった方々の申告忘れを防止するとともに、2割特例の周知徹底と、納税事務の支援の充実を図るべきと考えますが、ご見解をお伺いいたします。鈴木財務大臣 あのインボイス制度でありますが、これはあの複数税率の下で、えー、適正な課税を実現する上でで、まあ、必要な制度でございますが、あのインボイス導入後、初めての確定申告を迎える中でえ、事業者の皆様の立場に寄り添って、えー、丁寧に対応することが必要であると、まあ、考えております。えー、先ほどあの申告忘れの防止ということに先生、言及をいただきましたが、 国税当局におきましては、新たに課税事業者となった方々に個別にダイレクトメールを発送したほか、テレビ、CM 等も活用しまして、申告の必要性や2割特例の周知等を行うとともに、全国の税務署において、消費税の申告方法等に関する説明会を約1700回開催するなど、 申告準備ののたための支援を実施してきたところですまた現在、確定申告期を迎えておりますが、消費税相談のための職員を増員をする、事業者を多く抱える約100か所の会場におきまして、税理士の先生方による無料相談の期間を延長するなど、 消費税のの相談体制の強化を行っているところです事業者の方々が消費税の申告を円滑に終えられますように、引き続き国税当局におきまして、丁寧に支援をしてまいりたいと考えております杉君、はいえー。最後に働き方改革、まあ、特に多重下請け構造になっております、まあ、物流と建設業界の働き方改革について、国交大臣にお伺いいたします。 来月4月から時間外労働の上限規制を遵守することは当然として、労働時間が減っても賃金が減ることがないようにするとともに、人手不足の中、生産性の向上などを図りながら、処遇改善も着実に進めていく必要があると思っております。一方で、下請け事業者の皆様からは、依然として不安の声もいただいているところでございます。長時間労働の是正と処遇改善の双方を実現していくため、 着実な施策の推進とまあ、地道な運用が必要だと考えますが国交、えー、大臣のご見解をお伺いしたいと思います国土交通大臣斉藤哲夫君、はい、あの長時間労働そして賃金が低いというのがこの物流業界建設業界の大きな課題ですまあ、今後処遇改善をしっかり行ってあの労働時間が減っても収入は確保される そういう職務改善を行っていくことが必要だと、このように思います。まずあのトラック運送業につきましては、トラック地面による悪質な荷主・元請事業者への是正指導の強化、それから標準的運賃の年度内の引き上げ、これに取り組んでおります。そして、これに加えまして、荷主に対して物流効率化に向けた取り組みを義務付けることや、元請事業者に対し、 多重下請け構造の是正に向けた取り組みを義務付けることなどを盛り込んだ法案を今国会に提出しているところでございます。えー、建設業につきましても、建設業法の改正法案を今国会に提出しております。まあ、これは、長時間労働につながる後期ダンピングの対策を強化する、えー、そして国が適正な労務費の基準をあらかじめ示した上で、個々の工事において、 これを著しく下回る積算見積もりや受け負い契約を、下請け取引も含めて禁止する、新たなルールを導入する、まあ、そういう内容の法案でございます。まあ、これらの法案も国会に提出いたしまして、えー、これらの取り組みを通じて長、長時間労働の是正と処遇の改善を進めて、若い人たちが希望を持って入って、えー、これる業界になるように、全力を挙げていきたいと思います。委員長 杉君、はい、今おっしゃっていただいたあ、この施策、着実に進めていただきたいというふうに思います、やはり物流、建設の皆さん、やっぱ国民生活を支えていただいている大事なあの皆さんでございますので、しっかりと取り組みを進めていただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問を終わりまますありがとうございました以上で、杉久武君の質疑は終了いたしました。